本日はモクティとビギンのコラボ T シャツの紹介したいなというふうに思います。で、モクティなんですけども、前回動画で紹介したことはあるんですけども、今回はビギンっていう雑誌とあとモクティのコラボの T シャツっていうのがありますので、そちらの紹介したいなと思います。そちらがですね、こちらになるんですけど、今回はモクティって前回紹介した時はグレー の木糸を使ってるんですけど、今回は白の糸を使ってるっていう形になってて、でこれが一応ビギンとでしかコラボで出してないっていう感じで、基本的にモクティっていうこのブランドは、グレーをメインで出してるんですけど、唯一このアイテムだけ白を出してるんですが、こちらの紹介していきたいなと思います。ではこちらの特徴がですね、まず一つ目が全て7でこだわってるっていうところで、生地からなんですけど、生地が 100% コットンではなくて 77% がコットンで、 7.7% がポリエステルで、 7.7% がレーオンで、 7.7% がナイロンっていう感じになってまして、ちょうど足すと 100.1% ぐらいになると思うんですけど、基本的に全部7で配合してるっていうことで、それの意味も一応あるらしいんですけど、なぜかっていうと、まず 77% のコットンっていうのは、要は風合い、どうしてもポリって化学繊維っぽい感じが出たり、レーヨンって化学繊維っぽい感じが出るので、100% でやっちゃうと、ちょっと化学繊維な、ジムっぽい服になっちゃうと思うんですけど、77% 大多数がコットンなので、コットン独特の風合い、カジュアルな風合いがまずあるっていうのと、二つ目のポリエステルっていうのは 7% なんですけど、速乾性があって、で次の 7% のレーヨンっていうのが、吸水性があるっていう、汗をかいたりとかしても吸ってくれるっていうの で最後の 7% ナイロンっていうのが耐久性があるっていうところになってるので、コットンよりは少し耐久性があるっていう感じになってますっていうのが、一応7の意味みたいなんですけど、実は他にもあって、例えばこれ値段が7777円で売ってたりとか、あとこれ販売がネットでしかしないんですけど、月に1回だけ7日だけ売ってるって、毎月7日しか売ってないっていう感じの7777円の T シャツみたいなんですけど、それぐらい7にこだわってて、なんで7にこだわってるんですかってモクティの担当の人に聞いたら、7ってよくラッキーセブンって言って、野球とかやったら7回は阪神とかやとジェット風船飛ばしたりとかで、あと7って七福神っていうのも7が入ってたり、あと例えばサイコロとかも表の目と裏の目っていうのを足してみると7になる。1の表には裏が絶対6になってるし、2が出た時には裏が5になってるっていう、そういう意味で7って縁起のいい数字やから、今回7にしましたみたいな。でこれを着ていけばいいことが起きるかもしれんと思って着てほしいですみたいな話をおっしゃってて、と思って、一応7にこだわってるっていうのが、これは多分そんな T シャツはあんま着たことないんで、珍しいなというところがまず一つ目の特徴です。で二つ目の特徴なんですけど、二つ目の特徴っていうのが、着心地がいいっていうところが、特徴なんですけど、前回グレーの T シャツも着心地がいいっていう話はしたんですけど、なんで着心地がいいんかって言ったら、糸の太さっていうのを調節してるみたいなんですけど、こういうふうに糸ってあるんですけど、この糸がよく太さを何番手っていう言い方するんですけど、例えば30番手って言ったら結構細い糸で、数字が大きくなればなるほど20、11ってこっちになるほど糸の太さも太くなっていくっていう感じになってて、で数字が大きくなればなるほど糸が細くなっていくっていう感じになってるんですけど、大体 T シャツって30番手っていうのが、ライトオンスって言われて、要は薄い感じの生地感っていうのが大体一般的には30番手が多いらしいんですけど、逆にガシガシ着るUS コットン、こういう感じの US コットンとかやと、逆に20番手って言ってもっと糸を太くして頑丈にしてる感じみたいなんですけど、今回この T シャツはその間の25番手っていう糸の太さを使ってて、要はそれの何がいいんかっていうと、ライトオンスの30番手のようにさらっとした着心地で、なおかつ20番手の分厚い感じの頑丈さもあるっていうところになってるので、その糸の細さを調節しているのが、結構ミソみたいなんですけど、それで着心地がいいっていうところになってるようです。なのでどうしても着心地がいいやつって薄くてこうやっぱ透けたりとかしやすいと思うんですけど、それが3つ目の特徴で、透け問題っていうのがあると思うんですけど、その透け問題に関しては、糸の細さが20番手なら基本的には透けたりしづらいらしいんですけど、25番手を使ってるのでやっぱりどうしても透けやすくなっちゃうので、その分こう網目をしっかりガチッと細かくしてるっていう感じになってて、ちょっと詳しく言うと、
本来30番手で使うはずの編み機っていうのが、まあ、要は一本一本があったらこういう風になってると思うんですけど、こういう風に重なって生地になっていくと思うんですけど、まあ、これが30番手の編み機で25番手の糸を使ってる。だから要は一本がこの太さじゃなくてこの太さになってるので、しっかりこう詰まっていくようになってるっていう感じになってるのが、まあ、今回その特徴で、まあ、ちょっとあの詳しい話になっちゃったんですけど、まあ、そういうところで糸は細くしてるんですけど、あの乳首が透けないっていう感じになってるので、まあ後でまた着用動画出すのでそこ見てもらったらいいかなと思うんですけど、というのがまあ乳首透け問題の対策という感じみたいです。で次はですね、4つ目なんですけど、次の4つ目っていうのが、まあ、これはまあ人によったらいいところでもあり、人によったら悪いところでもあるとは思うんですけど、まあ良くも悪くもシンプルっていうところで、まあ本当に白の無地Tで、まあ、サイズ感も後で見てもらうんですが、まあ、サイズ感も本当にベーシックなサイズ感になってるので、まあ、好きな人からしたらよりシンプルやけど、まあ、素材とか編み方にこだわってるっていう、まあ、好きな人は好きかなと思うんですけど、まあ、逆に味気ないっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、その辺はちょっと好みが分かれるかなと思うので、まあ、あの4つ目の特徴としては、まあ、シンプルかなという感じで思います。で今回ですね、まあ、なんでこのアイテムを紹介したかっていうと、今週の土日に工場見学の動画を出すんですけども、まあ、その工場見学をさせてもらった時に、まあ、向こうの方から言われたんですけど、まあ、もしよかったらこちら のビギンとのコラボの T シャツ、拓造さんの視聴者の方にプレゼントしてもらっても結構ですよっていうふうに言ってもらって、あほんまですかみたいな感じになって、で、まあ、もし今回これプレゼントさせてもらえるなら、まあ、どうせ7でこだわってるっておっしゃってはったんで、まあ、7名の方とかどうですかみたいな感じで聞いたら、あいいですね向こうの方も言ってくれたんで、あじゃあ今回じゃあ7名の方にプレゼントさせてもらおうということで、まあ、今紹介してるっていう感じになってます。で、まあ、もう一個7のこだわり言うと、さっき言った25番手っていうのも実は25やから 2+5 で7になるっていうところで、まあ、そういうところもこだわってるらしいんですけど、まあ、そういうふうに結構制作者の人の愛情というか熱がこもってる T シャツになってて、見た目はほんまシンプルなんですけど、熱意がこもってる T シャツかなというふうには思います。はい、ではまあどんな感じかサイズ感見てもらおうかなと思いますので、着用動画どうぞ。はい、という感じになってて、僕実は最初からずっとこれ今着てるやつなんですけど、僕と嫁像に関しては、まあ、サンプル品をいただいて、視聴者の方がプレゼントの応募するときに、まあ、サイズ感分かりやすくちょっとしてほしいですっていうことで、まあ、僕ら今着させてもらってるっていう感じになってるんですけど、もちろん着たやつはプレゼントしないんで、もう新品のやつだけをお送りするっていう形になってますので、7名の方にプレゼントしたいなというふうに思います。サイズ感なんですけど、見てもらった感じの通り、まあ、普通のサイズ感で、特に大きいわけでもなく、特にタイトなわけでもなくで、まあ、表も裏もプリントは何もないという感じになってます。はい、では今回7名の方にプレゼントなんですけど、まあ、プレゼント方法は今週土日の工場見学を見てもらって、まあ、キーワードとかにしようかなと思ったんですけど、まあ、そんなことしてもめんどくさいんで、もうそれやったらまあ、これはここでプレゼントの動画をおしまいにしちゃって、まあ、興味出てくれた人だけ、まあ、土日また工場見学っていうのがアップするので、まあ、それ見てもらったらいいかなと思ったんで、まあ、今回はもうさっきキーワードとか全部応募方法を紹介したいなと思いますので、今から紹介します。で今回はですね、で何しようかなと思ったんですけど、まあ、今回はインスタグラムで応募したいなというふうに思ってて、応募のやり方としては、普通に自分のアカウントで投稿してもらいたいなと思います。でその時に必ずハッシュタグを3つつけてもらいたくて、これが条件なんですけど、まあ、1つはハッシュタグ目的で、ハッシュタグ拓造で、ハッシュタグサイズっていうのをやってほしいなと思って、例えば僕が欲しいんやったら、何か投稿する時にハッシュタグ目的で、ハッシュタグ拓造、ハッシュタグ M サイズっていう感じで、多分やればこの人は M サイズが欲しいんやなっていうのが分かるっていう感じなんですけど、まあ、どっか一つでもかけてたら、なんか検索に引っかかってこないんで、まあ3つしっかり入力してもらったら、まあ大丈夫かなと思います。で、ちなみに、目 T の目はカタカナで、T だけ、アルファベット。で、拓造はもうカタカナでやってもらって、サイズは、まあ普通に SML っていうのを、まあ普通にローマ字表記と、あと、まあサイズってカタカナで入れてもらったら、
まあ、この3つハッシュタグ入れてもらったら一応応募方法は完了っていうことで、まあ、選考基準は、まあ、その時に一緒に上げてる写真とかが、あ、この写真面白いなとか、あ、この写真の投稿の仕方面白いなっていうのをもう僕がランダムで見に行きますので、もうそれで、あ、この人がいいっていう人にダイレクトメッセージで、拓造です、住所教えてくださいっていうので、でも住所教えてもらったらそのまま発送するっていう形にはなってます。まあ、僕も今回初めて思いついてやってるので、まあ単純に面白いかなと思ってやってるんですけど、まあ自分の好きな写真とか、まあ僕の顔写真でも何の写真でもいいんですけど、まあ普通にインスタグラムに投稿してもらってガーってメッセージ書いてもらったり、ハッシュタグ何個つけてもらってもいいんですけど、とりあえず3つは確実に入れてもらって、モクティ拓造サイズっていうのは入れてもらって、まあ他例えば淡路島とかバーベキューとか海水浴とか、まあ何でもいいんですけど、ガーっていっぱい入れてもらってもいいですし、3つだけでもいいんで、まあ、普通に投稿してもらってる感じで投稿してもらって、で、まあ、僕はこうパーってハッシュタグで検索するので、面白い画像を上げてはる人とか、あ、これ目引くなって思う方に、まあ、どんどん連絡先教えてもらって7名の方にプレゼントするっていう形にしたいなというふうに思います。まあ、ちなみにもしわからないっていう方いらっしゃれば、僕の今日のインスタの投稿がそんな感じでハッシュタグつけてやってますので、まあ興味ある方いればそのハッシュタグのやり方見てもらって、あと投稿はご自由にしてもらえればいいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ今回はプレゼントさせてもらうっていう形で、今一応この7枚分、1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚っていうある感じなんで、まあ、これはきっちり7名の方にプレゼントしたいなと思います。この紹介してる時にもちらっと出たんですけど、まあ、こういう糸の作ってるところっていうのを、まあ、今週土日にアップロードしようと思ってますので、はい、楽しみにしておいてもらったらなと思います。はい、ではですね、まあ、本日はモクティとビギンのコラボ T シャツをプレゼントしてみるという動画でした。以上、ありがとうございました。